ホルモース反応は、ホルムアルデヒドから糖を合成する化学反応で、アレクサンドル・ブートレロフによって1861年に発見された。ホルモースとは、ホルムアルデヒドとアルドースを組み合わせて作られた語である。反応は、塩基と水酸化カルシウムのような二化金属によって触媒される。反応の中では、アルドール反応、レトロアルドール反応、そして、アルドース。 マイナスケト水性化が起こっており、中間体は、グリコールアルデヒド、グリセルアルデヒド、ジヒドロキシアセトン、そして様々なテトロースである。1959年には、ロナルド・ブレスローが、以下の反応機構を提案した。反応は、2分子のホルムアルデヒドが縮合して、グリコールアルデヒドが形成することにより始まる。グリコールアルデヒドは別の投量のホルムアルデヒドと、 アルドール反応を起こし、グリセルアルデヒドを作る。次に、グリセルアルデヒドの異性化により、ジヒドルキシアセトンが形成する。そして、グリコールアルデヒドと反応することにより、リブロース、異性化して、リボースを作る。また、ジヒドルキシアセトンは、ホルムアルデヒドと反応して、エリトルロース、異性化して、アルドテトロースを作る。アルドテトロースは、 レトロアルドール反応により二分子のグリコールアルデヒドに分離する。ホルモウス反応は単純なホルムアルデヒドから RNA を構成するリボースのような複雑な糖を作るため自然発生説の問題にとって重要な反応である。初期の地球を模した実験ではペントースはホルムアルデヒドとグリセルアルデヒド、コールマナイト、または ケルナイトのような放送化合物の混合物から生成した。興味深いことに宇宙空間においてホルムアルデヒドとグリコールアルデヒドが分光学的に観測されている。バトラー,アーブ ACR-A キャドサイ、1 8 6 1 5 3 1 4 5から147ハットセルフオーガナイジングバイオケミカルサイクルズプナズノーベンバー7 2000ボリューム97ナンバー2312503から1250、ドイ 10.、10.1073、プナズ、2億2040万6697、ハットブレスロ、R、テトラドレンレッド、1959、1、21、22から26、ボラテミネラルズステイブルイズリボース、エイリカルド、エトール、サイエンス303、196ドイ、 10.1126サイエンス1092464ありがとうございます。